トカゲ作品8は、ジャン・シベリウスが作曲した、付随音楽。ミカエル・ライベックの同名の作品のために書かれている。シベリウスは、第二幕第一話と、第二幕第三話の二つの場面に音楽を提供した。完成は1909年で初演は1910年4月6日に、ヘルシンキのスウェーデン劇場で作曲者自身の指揮によって行われた。 演奏回数こそ少ないものの、シベリウス自身は本作について友人であり、パトロンでもあったアクセル・カルペランに、私が書いた中でも指折りの成功な作品ですと述べている。この作品が書かれたのは1908年から1912年の危機の時期だった。編成は独奏バイオリンと弦楽アンサンブルで、演奏時間は約17分である。劇中の主人公、 アルバン白爵は、すべての清いものを象徴するエリシフと婚約する。しかし、悪魔の化身であるアルダが、アルバンに、恐れと情熱の両方を目覚めさせる。エリシフとアルダが互いに、アルバンの魂を、自らの川へ止めようと争う。エリシフはつまずき、倒れ、戦いに命を落とすが、そのあだとしてアルバンは、自身の中に住まう悪魔、すなわち、アルダの息の根を止める。 注釈出典、ありがとうございます。